もう行きましょうか。行きましょう。反応は見なくていいですか。いや、もうだよ、もう食べちゃいましょう。伝えてよ。ちょっと、しょうがないな。チャットで。お、びっくりした。これマストでびっくりするんじゃないですか。おい、ちょっと。お、虹色だ。めちゃめちゃ固く茹でたゆで卵を食べると太らない。どうも。どうですか、どうですか。どうですか。どうですか。なっちゃうの？あのすごい茹で、すごいカチカチに茹でると、うん、消化するときに、うん、消化のエネルギーの方が多くて、うん、あの吸収よりもそっちの方が、だから全然すごいね、いいらしいよ。だからダイエットには持ってこいだけど、そればっかり食べると死んじゃうかもしれないから、そうだ、やめた方がいい、気をつけた方がいい、気をつけください、うん、ということでクラゲー、はーい、はーい、じゃあ今日一体何やるのかな。はい、今回はタワーオブプリンセス。やだー、今回はね、そうだね、可愛いキャラクターがいっぱい出てきて、僕が独断と偏見でシンデレラ、独断と偏見と時間の関係で時間の関係で、なんかもうねシンデレラ一択、ね、うん、一択だったのね、うん、さあ、はい、ということでね、はい、今回もスタッフさんにお越しいただいてます。はい、あ、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回は時間に余裕があるように、はい、早速画面いきましょう、はい、画面こちらです。ドン、さあ、お、噴水前から出てきたぞ。これ私ですか。そうだよ。プレゼントや、今日は何をするんだろう。おおって言われた。大変だ。お、もうもう、やばいやばい、逃げろ、やばい、バレてるバレてる。今日どこ行きましょう。今日はですね、はい、最初のボスにあたる、はい、ダーチュラという魔物を討伐していただきます。ダーチュラ、はい、強いですか。 いえ大丈夫です。最初ですからね。最初だから何も分かってない人にね、急にすごいやつ連れてくるんでしょ。おお今ゴージャスが動画の撮影しているのか。うお、なぜ知っている。言ってあげよう。あれ、チャットあれでしたっけ、3分制限、一言喋るのに3分必要なんですか。はい、1回チャットすると3分間、はい、制限かかってしまうんですけども、うんうん、今回に関してはあのゴージャスさんが、プレイしていただけるということで、うん、特別に3分制限を外しておりますので。よかった。ユーザーの皆さんもですか。え、ユーザーの皆さんはできないんですけど、はい、ゴージャスさんだけです。なるほど、ゴージャスはたくさんみんなの声を拾えるんですね。ありがとうございます。たくさん面白いこと言えるんですね。おい、こらこらこら、何、タワーオブプレッシャーだよそれ。大丈夫だよ、だってちゃ芸人さん、学園祭キングなんだから。面白いこと言えるかな。言えるよ。大丈夫、大丈夫さ、タワープレだよ、タワープレ。皆さん、もう行きましょうか、行きましょう。反応は見なくていいですか。いや、もうだよ、もう食べちゃいましょう。もうね、時間がなくなっちゃうんですよ。どこに行けばいいんでしょうか今日は。はい、ここから逃がしてください。はい、ではまず下の方に行っていただいて、下の、お城とかこの町から出てください。出ましょう、もう早く逃げましょう。左ですね。逃げる、もっと左、ここだ、はい、入り口、はい、はい、なんだっていう人と、わらたって人がいる。なんだ、一緒いっぱい、一緒いっぱい。さあ、で、ここからですね、右上の方に移動いたします。右上の方に、それ左、あ、このまま右上、ね、分かりやすいね、移動もね。あっしれー、みんなが戦ってる横をすり抜けてね、うん、さあ、ここでで、ここからまた上の方に、はい、こっちの方、誰かいる、右上の方ですね、右の方、右上、はい、はい、そのまま、はい、でですね、はい、このウーアシュルト洞窟というところの奥に、はい、ダーチャーというですね、モンスターが、いるんですけども、うん、ここで一応皆さんにですね、これからダーチャー討伐行くよというふうに協力を仰いといた方がいいかなと。あー、おー、そっか、助けてって言っとけばここに集まってくれるのかな、うんうん、おそらく。いや、いけるでしょ。おーちゃー一人でいけるでしょ。だから、そういった楽しみもユーザーに伝える仕事でしょうが。協力プレイ、
できますよ的な。そうだよ、うん、いやだってすごいの強いの来てるよ多分 ね、 そうだね、いっぱい来てもね、その中の一人が強かったらパンツポン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 、そうだね、いけるけどさ、ジェスト一応さ、そういうのもできるってことをさ、伝えてよ、ちょっとしょうがないなチャットで、うん、本当に協力求むだよへありがとう。もう待ってるよ、あそこで。本人の意思とは違うキャラでありがとう。すごい、ほら、走りながらこれ。ダッチだ、かわいい。ギャグはよって。ギャグはよ。すごい面白い振りをしてきますね。さあ。ギャグはよ。ギャグいっちゃうのかな。いや、だからそれはさ、タワプレだよ。うん、プレッシャー。いや、いっちゃうんじゃないかな、面白いやつ。だ、プレッシャーだよ、それは。そうか、でも、学園祭キングなんだから。やめなさいよダメよ、ダメダメえ声聞こえるやつないっすかツールは聞こえませんよ。聞こえませんよ、はい、違う方がゴー様のネタを書いてるからね結構ね、あ、皆さんすごい、まだ助かる。みんなもう、来て待ってるんだ、そこで。ガンガン待ってるよ。甘えるな。すごいね、ちょっとね、面白いね。これみんな、もう行きます？結構な人数になってきましたね、これ。行っちゃっていいと思います。行きましょうかね。多分、すぐに終わると思います。さあ、集めましたもんね。うん、今度ですね、はい、右の上の方に洞窟の入り口があるかと思うんですけども、そこに行ってください。ゴー様のキャラは双剣なので、ガンガン攻めるタイプですね。で、今の手がわーっと出てるところ、はい、カウントポイントシンボルというのがあるんですけども、そこがまさにダーチュラーになります。行きましょう。行け。おお、怖い。どんなの。おお。他の人がもう戦ってた。なんか終わる。終わった。終わった。早い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 。やったー。なんかやったー。発生感がないんだこれサクサクで、ね、すごい3発ぐらいでやっちゃったでしょ今、うん、一発でもう半分以上削れてるからね。おこれで竹縄箱取れるんですか。はい、で今の25希少石入って、はい、まあ、ガチャができるようになってますので、まあ、ぜひやっていただいてもよろしいですし。何何が。そうですね、ダーチュラーはですね、実はあの序盤の敵ながらですね、うん、あの貴重なアクセサリーをドロップするんですね、はい、なので、まあ、あのようにサクサクいけるので、うん、あの連続して討伐していただいて、そういったあのレア物をですねゲットしていただくのもいいんじゃないかなと。はい、やるわけですね。いいですね。じゃあこの後はガチャですか。ガチャですか。もっと戦います。どうしましょうか。次はスタッフさん、じゃあレアを落としてみましょうか。おバトルに参加できませんでしたできませんでした。あ、もう一回歩いてればいいのか。そうです、もう一回マスを一個移動していただいて、また戻れ ば次レアなやつ出すんでちょっと待ってくださいね。協力求むって時は今入れるんですか。入れます。入れた参加できない。今いっぱいいるのかな。うん、出ましょう。いっぱいもう帰りましょう。帰るの。うん、ガチャやりましょうガチャでもやってもいいですか。あ、いいですよ。おはい、ガチャ。そうだ、メニューから。はい、それでは武器レアガチャ、はい、こちらね、30万人突破記念ですからね。はーい、それでは今は40個だ、40個かな。40個ある。あ、40個ミニ上のピンクのやつかしら。10連続というものをしていただいて。あ、10連続、あ、ここで真ん中のやつが。はい、あ、517。ガチャラインナップはどんなのかが見れるんですか。お、見ましょう。うわ、きれい。星4チフリール。星4、うん、かわいいですね。ヒュダーファング、うん、すげえ輝いている。ウルゲンタント、メイス、ネプチューン。うわ、うん、あ、いけるな、ね、いける。いや、8% ですよ。高い方じゃないですか、うん、高い方ですけども、 ね、いけるんじゃない。だって芸能人だもん。そうだね、消費税と一緒だもんね、うん、よし、じゃあ行きましょう。10連続で行きます。あ、タップで開始。あの中から出してくれるんだ。そう、手持ちのね、手持ちのね、いけ
わわわどうしたこれはなんか、いいやつだ確定じゃないかと、よいしょおいろんな色なんだ何色がいいんだゲッおぉ3まず3この色が3ねあれ青あれあ、2もあるのかレア来てますよ近づいておレア3出ますよレア頼むおぉ3最後決めろうわぁ当てはじめて当てじめて綺麗な円ですねこの盾はいや素晴らしい素晴らしい盾を、ね、手に入れましたこれはでもこれ3出たのはね3つも出てるからまあいいことはいいですよねいいことはいいですねただまあ星4がいや星4出たら死にますよ私だってダンスって言ってたじゃないですかうん俺言ったっけ消費税と同じだからって消費税それを出すとは言ってはいないですよね言ってない消費税と一緒ですよねって言っただけはい言っただけです確かにねどうですかこれ瀬尾さん何100点満点中そうですねでも星さんが3つは入ってるので、はいうんまあ、70点ぐらいにはなってるんじゃないかなおお70点も取れば本当に合格点ですよこれへ、ねボーグはどんなのが出るんだろうねみんなが着れるなんか綺麗なお衣装とかはボーグガチャで出るんですかそうですねうーんボーグも見たい私ボーグこういうボーグもやってもいいですかどうしますかボーグやってみたいいいそうですよかわいいこやつバルキリーえこれセットで出てくるんですかインペリアルコートあ、いや、これはですね帽子は帽子とか、はい、別々でじゃあ、いきますかじゃあ、見てみますかよし10連続頼むよびっくりした、びっくりしたびっくりしたこれ、マストでびっくりするんじゃないですかおい、ちょっと待って虹色だどうですか、スカさんこれは、来ましたね、かなりやっと来た来たおいや、待って足って足ってボディにしたよ、ボディにねえいや、だってジャス君の本当にのね、履いてる靴もボロボロだったし確かにいや、ボロボロじゃないわ破れてたもん変えたんだわ、ね、いいの来たじゃん、うん、靴いっぱい出るおお鎧もあっていや、いいんじゃないですか、でもこれ星読んでましたよねねあの、はぁーって最初のやつはあれはデフォルトですかあれも何かあれもですね、比較的レアが高いものが出た時の演出にはなるのでへぇじゃあもうこれは全然、うん、もう今日良かったねありですよ、これはね、うん、装備早速してみますか行きましょうかね、装備これで完成そうですねなんとも、キテレツな感じですけどもそうだねあり合わせ感がね、半端ないこれ、何回かやってって、うんこう同じシリーズの統一感を出したりそうだ、ね、する楽しみがあるね一回じゃそんなね、うんうん、難しいですよ、うん、はいさあということでね、はいこのタワプリ、うんね、まだまだね、ゴージャス動画の方で紹介していきたいと思いますよはい、ね、スタッフさん次回はどうしましょうかそうですね次回はですね、うん、ゴージャスさんが、まあ、宇宙海賊ということもありますので、うんはい、海賊対決をしていただこうかな海賊対決はい、実はこのゲームにはですね大海賊ドレイクという強力なボスが存在しておりますなので宇宙海賊が大海賊ドレイクを討伐しに行くと、うん、おー調整していただこうかなと思います小海賊が大海賊を楽しみいいでしょうやりましょうはい、そんな感じですね、ご視聴ありがとうございますありがとうございますゴージャス動画ではですねチャンネル登録をおすすめしておりますチャンネル登録をすることによってよきゅん一体何があるのかなそうですねチャットで面白いことを言うゴー様が見れますプレッシャーチャットっつうのもう書いてんの見えんの一番恥ずかしい恥ずかしいよねこれですドンっつったらバーンって笑われるけどもう見てってからその過程をきついですわ気をつけてくださいねはい、そんな感じで本日はここまでまた次回お会いしましょうバイバーイ